本日はようこそ鴨川シーワールドへお越しくださいました。ただいまよりポーラーアドベンチャーフィーディングタイムを行います。食事風景ぜひご覧ください。こちらにいますのはウミスズメの仲間エトピリカです。北太平洋に広く生息し、日本では北海道東部沿岸のごく限られた島に数十羽が生息するのみで、絶滅が心配されていることから国内では絶滅危惧種に指定され保護されています。エトピリカとはアイヌ語で美しいくちばしという意味を持ち、成長するとその名の通りくちばしは大きくオレンジ色になります。自然界ではイカナゴやシシャモ、イカなどを食べていますが、当館ではこちらのシシャモ、そしてこちらがイカナゴ、そして最後にカタクチイワシです。このような餌を1日に 200g ほど与えています。またエトピリカは季節によって姿が異なり、冬は全身の羽毛が黒いのですが、夏に向けて顔の羽毛は白く変わり、目の上には黄色い飾り羽が生えてきます。繁殖期は5月から7月で、洋梨のような形の卵を1つ産み、約40日で孵化します。ヒナは生まれた時体重約 60g ととても小さいですが、50日も経ちますと親鳥と同じ大きさにまで成長します。皆様から向かって左側になります。岩の上にちょこんと座っています。あちらにいますエトピリカは昨年の8月11日に孵化し巣立ちを迎えた若鳥です。他のエトピリカに比べ羽毛やくちばしの色、大きさに違いがあるのがお分かりいただけますでしょうか。そして今度は右側になります。ガラス面の一番近くにぷかぷかと浮いています。あちらにいますエトピリカは一昨年巣立った若鳥です。くちばしの大きさはまだ小さいですが、オレンジ色へと変化が見られます。ぜひ成長と若鳥の違い見比べてみてください。またエトピリカは泳ぎ方がとても変わっています。普通水鳥の仲間は足にある水かきを使って泳ぎますが、エトピリカはそれに加え翼を大きく使って水中を羽ばたくようにして泳ぎます。このように変わった泳ぎ方をすることから、エトピリカは水の中を飛ぶ鳥とも呼ばれています。またこちらのプールはエトピリカの生息地を再現しているため、一緒に展示している魚はクロソイといった冷たい海で生息する魚です。そのためプールの水温も1年を通して12度に設定されています。それでは続きましてアザラシの食事風景をご覧いただき